こんにちは今日のテーマはレアメタル大戦争個人的に今最も熱いトピックですか実は今ですねこのレアメタルを巡って世界が大きく分断されようとしています、うんうん、デカップリングですよね経済系を2つに分けるんですよすごいだとまず密度量大量にあることを我々見つけました実物は初めて見ました 重いですねやっぱ僕は本当にこの開発が進むことで本当に日本が変わるかもしれないっていう期待を持っていて。 レアメタルのサプライチェーンを握っている牛耳っているのが、まあ、中国なんですけれども欧米を中心に、まあ、中南米なんかも巻き込みながら、はい、脱中国の動きが加速しているんです。具体的にどうやって脱中国を進めてるんですかアメリカは2022年の8月にインフレ抑制法という法律を成立させたんですけれども、はい、中国製の鉱物資源を使ったバッテリーこれを搭載した電気自動車が税額控除を受けられなくなるということになっています。 加えてですねカナダにある鉱山を中国が買おうとしてたんですがこれが阻止されたというニュースがありました、うん、なるほどその11月のアメリカの大統領選挙なんかも関係してくるんですかそうなんですトランプさんが大統領になったら、はい、この中国排除の動きっていうのが加速すると見られています一方ハリスさんが大統領になった場合でも、はい インフレ抑制法はバイデン大統領が成立させてますからどちらが勝つにせよデアメタルは重要なポイント握ってるっててることです、ね、そうですすねねそうん、もう世はまさにデアメタル大戦国時代突入っていう感じなんですけどそ,、はい、その勢力争いの鍵を握るのがなんと日本そうなんです。うん 今年の6月にです、ね、東京から約1900キロメートル離れたところに南鳥島という島があるんですけれども、はい、この沖合の深海、はい、約5000メートルぐらいのところから鉱物資源が大量に見つかったというニュースがありました、うんえー、南鳥島の排他的経済水域内に、まあ、かなりの量の量マンガノジュルがあるとこれは一日も早く陸揚げをして産業界に提供していく必要があるんじゃないかと。 これあのマンガンノジュールと呼ばれている鉱物なんですけれども約2億トンを見つかったと 2> 2この中に貴重なレアメタルが含まれているといやもう日本がまさにに資源国になれるチャンスってことですよね逆に言うと、はい、このチャンスを逃すと、はい、取り返しのつかないことになってしまうかもしれないという状況です。はいはい 中国は上流のの、ね、資源の確保がててだと思ってるわけですよ、うん、アフリカの,、ね、あのコンゴのコバルト鉱山の検疫確保とか、うん、そういうところに躍起になってるのは、うん、ボトルネックになりうる資源を抑えるっていうことが一番重要だっていうことは彼らは分かってるんで資源の確保がうまく進まないことで、うん、企業が衰退していってしまう。あ そうなってしまったらもう取り返しはつかないんですよ、うん、もしかしたらこのマンガン・ノジロの間接について言うと、はいはい、中国のスピードに勝てるかもしれないということですよねもちろんそこが一番今問われているあ,、まあ、あのそれを我々も狙ってますし、うんはい、中国は公開上なんで、はい、開発しようと思ったときに 国際海底機構のいろんなプロセスを受けなくちゃいけないんで、うん、時間がかかるはずなんですよ、うん、日本は排他的経済水域で日本が活路を見出すことができるとしたら、はい、そこにチャンスがあるんです中国がすでに 5,000m ーーの海底、えー、探査ができる船をができたというニュースを知りましてね これは日本の安全保障上も大変まずい話だと資源国になれるかじゃなくてならなきゃいけないんですよ経済安全保障上いやめちゃくちゃ中国への危機感募ってますね,そ,うですねそれにしても中国ってそんなレアメタル牛耳ってるんですか ちょっとこの表を見ていただきたいんですけれども、はい、埋蔵国、生産国、精錬、うん、それぞれに関わっている国がまあずらっと並んでいるんですけれども、はい、これ見ていただいて分かる通り、うん、全部、中国ですねもう川上から川下まで、はい、もうほとんど中国に覇権を握られちゃってるとすでにうんうん、うん。こんだけ中国で座席が埋まっている中でここで日本がが勝てるるチャンスがあるはい、チャンスはある。 はい、あの先ほど話したマンンガノジュルですね <laughs> これに何が含まれているのかっていうことなんですけれども <laughs>、はい、ニッケルとコバルトがたくさん入っているでこれニッケルとコバルトってリチウムイオンバッテリーの材料として世界的にも需要が急増していてまあ 足りてないといとう状況、はい、その貴重なレアメタルが、まあうん、あることは分かりました、はい、あとは取るだけこの取るところにめちゃくちゃゃくお金がかかると今回の海洋調査も実は7億円以上かかってますで来年にも始まるもっと大規模な実証実験、はいうん こちらには70億円から80億円かかると言われています。これだけ開発にお金がかかるのに、まあ、一体採算って取れるのかなっていう。はい、そこが本当に疑問ですよね。レ、うんえー、アメタルのサプライチェーンをすべて把握している資源開発のプロ中のプロにお話を伺ってきました。はい、今日はレアメタルのまあ精練を主な事業としている三井金属工業 OB の方に会いに行こうと思ってます。 はいえー、この開発っていうのが、まあ、現実的であるのか、えー、そして産業化本当にされるのかっていう、まあ、その部分についてお伺いしたいなというふうに思っておりこれはいけると思ってます、うんはい、鉱石を掘る場合には 1>,、はい、1に品位2に立てないっていう1に、はい、品位は要するにどれだけ濃縮しているかと簡単に言うと濃度です濃度ですあるのと、うん ググララムムああるのあるのと全然価値が違うわけですうん、うん、それは高速競争力が出てくるとその売り上げは高いんだけどもコストが変わったらしょうがないでコストをどこまで相対的に減らせるかって品位が倍になるとコストも半分になるわけです大体、うん、限界品位がブレイクイーブンが1平方メートルあたり15キロあればマージナルと、うん、南鳥島でこの間チェックやって、うん、そうしたら万願のジュールが50キロ超えたんですよ一番多いところで多いところでそれが管理の面積を占める で全体のね南鳥島の EEZ の5%でも70年分あるとか言ってるんだけどそんなのいらなくてさらに絞り込んで経済性のあるところをやればこれも感覚的に FS はもうある程度再三性分やってますけれどもこれはペイでいきます、うん、そういう意味では最初のご質問のこれ産業化はなりますそれからちなみにマンガンのジュールマンガンのジュールと、うん、まあ今回ね東大も言い始めたんだけど成西が一番多いのはマンガンですけれども一番値段売り上が高いのは日経です。 次はコバルトです、うん、あの銅がどう乗るかは精錬費で変わりますけれどそれはコスト次第でニッケルコバルトなんですね。ノジュールは。うん、でニッケルは量が多いもんでみんな目の色変わってるんです、はいはい、ニッケルとコバルトってリチウムイオンバッテリーの生材に必須ですこの2つが海底に大量に眠ってれば経済性さえあればしかも地政学的な目せめぎ合いで合 スプリングのの中では一番日が当たってる大変はニッケルといえば鉄に混ぜて副原料にしてステンレス作ってたんですがこれから5年ぐらい経つと電池の陽極材用の,あのこれ高純のニッケルがいるんですけどこれが反転すすると言っていんですねだからこれから将来的にあのニッケルというのは供給危機器になるということでもう新規案件とかどんどん増やさなきゃなないんですよ分かった。で 今あのニッケルが中国とインドネシアがか仕掛けてもう暴落させてるんですよ値段を新規案件潰しです、うん、で実はそこに住友金属口座も入りかけたんだけどそれ政策的に追い出されたんですよ<ー>住友金属さんはそれがもうダメになっちゃったからカナダとオーストラリアで実は新規案件付けたところがそれが立ち上がらないんです値段がどんどん下がっちゃってるから大変なことになってると、うん、いうはこれ意図的に仕掛けてきてて。